大阪ミナミの、まあ、飲み屋街にいるいくみちゃんです。こんばんは。久しぶりです。お久しぶりです。今日ちょっとね、気になるお店ができた、あるので、これ鉄板バル書いてますね。鉄板メインなんですかね。でちょっとこのハンバーガー始めましたと書いてるので、ちょっと今日いくみちゃんハンバーガーね、大好きです、ね、今日はちょっとこちらの、ね、お店にお伺いしようかなと。ちょっともうこの 外にいても、ね、この中のなんかのサックスの聞こえるなんかちょっと、ね、いい感じの雰囲気の、ジャジーな感じです。で早速ちょっと入っていきましょう。では行ってみましょう。はい、ゴー。やっぱなんか大人な雰囲気。そうですね、めっちゃジャジーな感じ今ね。見ていきましょう。ありがとうございます。ご愛系だね。ドンペリもあったり、なんかそういう伸び上がり特有のネタもあったり、お食事ですね。ね、おまかせ盛りとかあったりとか。今日ちょっとハンバーガーをね、いただこう。あるんですか。ハンバーガーを、チーズバーガーか、ミートバーガー、どっち行きましょう。うん、じゃあチーズバーガーです。はい、セットだったらポテトをセット。じゃあそれでお願いします。はい、そうやね。うん、何でも何でも飽きました。そうね、飽きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではどうぞ。乾杯。ちょっとチーズが欲しくない。チーズ頼みます。みちゃんがもうハンバーガー食ってくれるんで、それはそれで。チーズハンバーガーですけど。こちらのお店結構長いですか。最近オープンしてない。1年経ってないです。あ、1年経ってないです。去年の6月オープン。何時ぐらいまでやられてるんですか。平日は2時です。あ、2時。週末が3時。今日はもうギリギリです。そうですね。最後の。ああ、よかった、よかった。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もともとは鉄板焼きのお店。そうです。ステーキとか。ステーキやったの。はい。みちゃん、もう2時までやって。2時まで。あ、もうもうギリギリやった。よかった。すっごいタイミング。いいタイミングでしたね。こんな時間からハンバーガー食べるの初めて。でも高カロリーでもブワーッてもね、アドレナリン上げていきます。お願いします。お願いします。そう、来ました。来ました。お写真撮って。はい、どうぞ。あんま映えないちょっと暗いからかな。そうや。ちょっと待って、ちょっと。あ、いい感じ、いい感じ。まあ、お手手を気にせずに、もう豪快に食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。いくみちゃんがちょっと、がっつりスタイル。あったか。あ、ありがとうございます。では。いただきます。はい、どう？うまっ。うん、うん、バンズ？パンがめっちゃカリカリしてて、
もう焼いたまってかなって美味しい。結構ジューシーな感じ。うん、うん、食テロやね。うん、見ただけ伝わる。ソースなんだろうか。ソース。バーッと来てる。うん、ワインにも合うわ。そうなんですか。だからそんなに重くないっていうか、うん、優しい。そう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 。某チェーン店とは全く違う。ちゃんと、うん、よかったね。全然お腹にどしってめちゃめちゃ合う。ポテトもね、あるんだけど、うん、行かせてもらいますね。ね、この時刻、1時半を回ってこのもうマヨネーズつけたりとかもソースつけたりとかもね、がっつりボリュームのみんなの夢でしょ。深夜帯にコテコテも食べる。そうやね、それがっつり最高。でも本当はなんか鉄板焼きがメインのみたいですね。まあ、そこにあのハンバーガーとかをちょっと入れてみてっていう感じで、去年の6月ぐらいにオープンされた店で、ね、こんなところにあったんだ。東新斎橋かなということで、ゆうちゃんまた個人的にどうぞ、また行ってみたいと思います。デートに使いたい。はい、ありがとうございます。はい、